はい、どうもタンタンです。本日はカラのウクレレご紹介いたします。こちらはカラの KAEBYC というモデルでございます。はい、こちらはボディにストライプドエボニーが使用されたコンサートサイズのウクレレでございます。はい、まあ、この特徴的な縦に木目が入っているそんな材ですね。結構濃淡の差が激しいので、なかなか独特な木目になっているんじゃないかなと思います。サイドもこのような感じで明るい部分も結構目立ちますね。はい、バッグはこんな感じで、装飾はロゼッタと、あとバインディングにメイプルですね。メイプルが使用されています。はい、ヘッドはこのような形になっていて、サイドペグのギアペグが採用されています。ネックも黒く塗装されていますね。はい、こんな感じで比較的一音一音固めなサウンドかなとは思います。はい、ボディは合板ではあるんですけども、結構音量もしっかりと出ますし、耳に届く音もそんなにこうキンキン耳が痛い感じでもないので、結構心地よくポロポロ弾けるそんなウクレレかなと思います。なんといってもこの特徴的な木目、見た目ですよね。これは木目がお好きな方だったりとか、他の人とはちょっと違ったウクレレを持ちたいという方にはぴったりなんじゃないかなと思います。そしてストラップピン、こちらエンドピンがあらかじめ最初からついているというのも、ね、こうストラップを使いたいという方にもいいんではないでしょうか。なわけでこちらはカラの KAEBYC というモデルでございます。ストライプドエボニーボディのコンサートサイズのウクレレでございます。はい、比較的お値段もね抑えられていて、求めやすい価格だと思いますので、皆様ぜひお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。